ゼロ、赤一を前回の続きからプレイしていきましょう。さて、重々しそうな、何かいそうな、広い場所にね、行けるとこなんですけど、ここには何がある？あれって何？これ？祭祀の式後、八重は戻らない、祭祀を見捨てたか、ともすれば森で果てたか、払いを済ませた巫女であれば、さえ一人でもしばし抑えられるかもしれん。残されしわずかな記録に従い、妹となる巫女一人で儀式を行う。八重、なぜ逃げた？なぜ戻らぬ？そらさ、自分が殺されるかもしれねえってなったらさ、でも見捨てたわけじゃないんだろうな。あ？重そうな扉には蝶の模様が刻まれた錠前がかけられている。いけないのか？みんなが呼んでる？呼んでないよ。気のせいだよ。なんか、姉だからこそ聞こえるものっていうのがやっぱあるのかな。だからこそ、なんだっけ。ややちゃんは、なんか、取り込まれたかなんかで戻ってこれなくなったとか。おいで。酒進もう。酒進もうっていうか、多分ここが先なんだろうな。ここが先なんだろうし、ここに先に来ちゃったんだよね。ごめんな、こっちから戻ろうか。思考を変えよう。姉ちゃん大丈夫か？先行くよ。どうせドア開けたら隣にいるからね。先戻るよ。こっち側って何もないのか。OK。ワップ！いいなぁ。癒しキャラだね、姉ちゃんは。ありがたいね。ありがたいか？こっちじゃないな、こっちだね。よし。まああれだもんね。妹が戦闘狂だからね。もう、襲い来る怨霊をちぎっては投げ、ちぎってはだけって感じだからね。こっちじゃないな。ここ一回出た方がいいのかな？こっからじゃ行けなそうだしね、あそこ。ん？ここじゃないな。こちら。こっちだぞ。ん？こっちか？瞑想の間。瞑想の間？まあいいか。ん？ここじゃないな。ここじゃない。ここじゃない。ごめん姉ちゃん。間違えたわ。ごめんごめんごめん。足悪いのにね。ごめんね。みたいな。そう、立ち尽くすのやめてくんない？確かにね。確かに私が悪いございましたよ。でも、その、何？恨みたらしくさ、こう、いいじゃない？動かなくても。動かんぞみたいな、その小学生みたいなことやめましょうよ。ね？別に待ってもらってもいいんだよ。こっちからのその支援が何も得られないけど、それでもいいなら別に、あれですよ。あれしますよ。物置部屋。これでも、この、上側だよね。だから、ここでいいんじゃない？こっちから行けばいいんじゃない？ね。ん？こっちか？逆か？逆だな。逆だわ。ごめんね。この布の部屋っていうのがよくわかんないね。嫌だろうな、こんな汚い布を顔にベシッと当たったら。これで、上側に行けばいいんじゃないかな。よしよし。ここに来て、あれ、こうか。誰かいる？いないよ。いるか？まあ、声は聞こえたけど。いた！ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、待って、フィルムだけ返させてくれ。お前、姉の方を狙うのは卑怯だぞ、お前。おい、あ、ごめん。あ、外した。え、難しくない？消えたし。近っ！
うわ、やばい。外した。なんか簡単になったと思い込んでたけど、結構あれだな、大変だな、これ。どっから来る？前にいる？どっち、誰狙いだ？姉ちゃんか？ん？消えた。やばい。なんか、じゃあちょっと回復しようか。アイテム。潤沢だからね、こっちは。前回やばかったけどな。何回もやり直したりしたのに。弱っ。おーおお、なんかスライド移動法だ。なんだ楽しそうだな、こいつ。こんな近づいてよくあれだよね、止まってられるな。俺多分あれだもんな、後ろにダッシュしながら撮るもんな。当たるか当たらないかよくわかんないけど、後ろをなんか頑張って目指した感じにして撮るよね。はい、残念。お疲れ様。姉ちゃん大丈夫か？なんで姉ちゃんの下に落ちるんだよ。部屋の入り口に鬼のような形相の像が建てられている。え、違う、そっちじゃない。何か反射している。念珠。念珠が結構落ちるな。何なんだろう、これ。で、ここなんかあるはずなんだよね。そういや、ここ。あ、板を外した。板外すだけ外しといても、よかったか。それでいいね。よしよし。で、ここに何かがあるはずなんだよね。ないのかな？下の階から見える、この部屋は玄関の真上にするようだ。え、当主の間でしょう。で、なんか、ボソボソボソって言ってたじゃん。こっから見てたんだよね、俺がね。俺がねって。ここの本のやつも別に何もないしな。ん？あ、棚に隠されていた仏像の手に小さな鍵が握られている。仏像の上には空の書棚があり、板に何か文字が刻まれている。赤き蝶を刻まれし、煮えを持って、を塞ぐ。煮えなき祭りには、ちぎりを持って償う。ここを納めます。なんだっけ？ん？何があんの？人柱、赤き、羽、双子、最悪、禁忌。赤き蝶を、なんか双子を持って、なんちゃら、みたいな。で、なんだろう。なんか、そいつがやばいことしたら、人柱立てて、最悪の逃れますよ、みたいな。すごいよね。さっき聞いたばっかで、うろ覚えって、病気だよね、もう。用の鍵。おう。じゃあ、これで。ん？何？どうした？なんでもない。なんでもないなんでもない？よし、じゃあ、あそこ開けに行こうか。ちょっと待ってね、くるくるしちゃったね。ん？やばい。なんか、瞬間的に取っちゃったけど、あんまりダメージないから無駄なんだよね。一瞬入るんだけどな、この、いけてる時が。あ、やばい。だいぶもらうな、これ。ゾンビみたいな感じだよね、こいつに関しては。来るか？来た！よし。合わせるのが結構難しい。大変な気がするよ。あ、やばい。よしよし。当主んとこで襲ってきたらもっと厄介だったろうな。
ていうか当初には一回一発ももらわなかったけど、こいつにはもらうっていうな。あ、間違えた。罰でキャンセルしようとしちゃうんだよね。姉ちゃん行くよ。そいつはもう死んだ。今どれぐらいポイント溜まってんだろう。カメラ1万か。まだだな。2万4000だっけ。それだけね、早く貯めないと。早く戻るよ姉ちゃん。布のとこに行かないと。物置からこっちだね。よし、サクサク行っちゃうよ。こっちは急いでるからね。で、ここでいいんだよね。よし、戻って聞いたよ。めっちゃはしゃいでる子みたいになってるけど、ごめんね。なんかそういうキャラに仕立て上げちゃって。で、この上のなんかローみたいなのが開くはずなんだけど、姉ちゃん押してくれる？これいい？押して押して、ありがとう。うん、俺以上に物覚え悪いのかな。さっきやったね。よし、あ、ここじゃねえ。ごめん、俺あんまり人のこと言えなかったわ。ごめんな。ごめんな。すげえ、もうドヤ顔でさ、物覚え悪いのかなとか言ったけど。めちゃくちゃ恥ずかしいじゃないか。物覚えが悪いのはどっちなんだ。辛いなあ。ていうかここじゃねえし。何のためにここに来たんだっていう感じだよね。本当にね、マップが覚えられなかったりするんだよね。それはそれでどうなんだろう。それはそれでっていうか、それはどうなんだろう。左。だからこそこんだけマップ見ちゃうのもあるんだけど、あるんだろうけどね。あんまり、その景色で覚えようとしてないみたいなところが。布がめちゃくちゃ邪魔だ。あ、え、行った。ちょっと待って、回復だけさせて。アイテム、万葉、オッケー。見づらいなぁ。一回使ってみてもいいけどな、その見えるやつ。使ってみるか一回。カメラ、これか。機能、死のやつ年中やって、機能強化で。もったいない気もするけどなこれ。装備、これこれで罰を押すと、あー全然違う、全然違うけど、必要かどうか聞かれるとすごいなんか微妙な気持ちになる。でゼロソットじゃないと普通に襲ってくるからな。全然意味がねえ。あ、しかもこれ、撮影になんないんだ、これ。ダメだ、ダメだ。やべ、死ぬ。待ってくれ、待ってくれ。遊んでたら死ぬ。この難易度で死ぬのはごめんだ。ちょっとゼロショット決めさせて。ほい。見えなくてもまあ、なんとかなるよねっていう感じで行こうか。ちっけ。てか普通に姉ちゃん狙おうとしてるし。姉ちゃん、おちっけ。あ、なんか落ちてる。
ちょっと待って。危ない。なんか落ちてるじゃないのよ。普通に戦った方が戦いやすいかもしれない。あ、外した。外してなかった。うい。残念。姉には手を出せないぜ。ちっけえなあ。すごいよね。もうすでに無視だもんな。敵を。こっちなんか落ちてたよね。落ちてなかった。なんか光ってたけど。これこれこれ。一音式。おお、いいね。よしよし、進もう進もう。とりあえず。てかめっちゃ増えたな。フィルム。94に戻ってるね。なんだろう、アイテムが基本的に潤沢じゃないか、このゲーム。このゲームっていうか、赤い蝶。ゼロの頃、ゼロの頃っていうか。なんだったのあれっていうレベルで難しかったんだけど、ゼロ。こんなに、こんなに難易度を下げたの？え？なんて？私できた？ここじゃねえ、ここじゃねえ、こっちだ。ごめん、押すよ。押すよってなんだ。開けとくれ。二つも開けるよ。オッケー。姉ちゃんもおいで。来てる？来てるな。ここにいたことがある？ないはずだけど、90式だ。なんか、数字のインフレがすごいんだけど。ここは何もないかな。ん？あ、普通に人だ。被災を調べる男。めっちゃ普通に人だったな。民族学者の式9。相変わらず、牢の世話役は口を閉ざし、一切のことを話そうとしない。村にやってきたと、やってきた時は打って変わっての態度だ。私をこの村に招き入れたのはこのためだったのだろうか。この座敷牢は書庫も兼ねているらしく、今まで見られなかった重要な古文書が大量に保管されている。さらに研究を進められるだろう。たとえそれが誰の目に触れなくとも。知的好奇心は満たされるということ。うつろ。いつの時代かわからないが、古からこの地に存在し、現世と、読みをつなぐとされる穴。蓋が開かれると恐ろしい災厄が起こると言われる。この地に伝わる読みの門、伝説の祖だと思われる。様々な古文書や文書は、意味語かなとされ、罰と記される。ああ、記されてたね。煮えとなる者の苦しみが、今日封じる、あ、今日じゃない、うつろを封じる力とされている。意味人、意味人って言うんだ。うつろを守り、祭りの準備のために使える人々。うつろに近づくことができるのは彼らだけだという。意味人となる家の者は、祭りが行われる年になると、うつろを覗き見ぬように目を縫われる。村の金を破り、うつろを除いた者も、忌み人とされる。彼らはその後ずっと地下で暮らし、二度と戻ることはないという。それほどまでに見ることを禁じられた場所というのは、どれほどのものなんだろうか。確かにな。ん？十。双子巫女。赤荷祭において、二重として捧げられる双子の巫女。時として男の双子で行われる場合もある。その場合は、双子巫女と知らされる。おお、なるほどね。この地方では双子とはもともと一人であったものが別れて生まれてきたと信じられているようだ。赤荷祭とは二つに分かれた体が一つに合わさるとき、その巫女は神の子としての、力が生じるという言い伝えをもとにしたものらしく、姉が妹を殺しかな。何に投げれるんだ？井戸かな？川？投げれると記されている。バツバツの部分は、おそらく文面に書き残すことを意味ような儀式なのであろう。にえという文字がその内容を表している。めっちゃ本あるな。ん？八土？矢土？矢土だね。この家の門戸の鍵だろうか。門戸門扉？鍵と一緒に古い地図が挟まれていた。古い地図をファイルに閉じた。本棚に囲まれた空間をろうそくの明かりが照らし出している。火事になりそうだな。よどんだ空気からは、この村の歴史を守る人々と、それを調べていた民族学者の両方の思いが感じられるようだ。
歴史を感じますな。ん？伝承について書かれた内容の本が目立つ。読めなくなったページには何が書かれていたんだろう。行刀の薄行庫安頓か安頓じゃないよな、薄暗い光に照らされたも机は赤いシミのついた半紙が置かれている。机の下には少女の和人形がこちらを見つめている。怖いね。じゃあ出ようか。なんか出れるっぽいよ。姉ちゃん先行きな。あ、俺が先行くんだ。戻るかい？ん？ムービー？早くここから出よう。閉じ込められた。ダメ、開かない。どうしよう。どこかに鍵があるはず。探してくるからここで待ってて。行かないで。ここにいて。大丈夫、すぐに戻すって約束したじゃない。置いてかないで。お互いのトラウマになってるんだろうな。でもここにいたからってどうしようもないよな。すぐに戻るから、本当にすぐに戻るから。待ってて、少しだけ。お兄ちゃん、また私を置いていく。さえか、あそこから出れないの？頑張って。ちっちゃい、ちっちゃいっていうか細いじゃん。五の国にえ。姉ちゃんはにえじゃねえよ。早く鍵を見つけないと。確かさっきの地図に鍵の場所が。地図は愛作家と書かれている。ここに行けば鍵があるはず。どこだ？アイテム見よう。ここじゃないのか。ファイルか。全然見てねえ。地図。壁の中に印がつけられている。壁の中。ちょっとマップ見ようか。どこだ。この辺か。遠くない？めちゃくちゃ遠くない？地下かなこれ。ここの下じゃない？地下行ってみるか。ん？なんか音が聞こえたけど。早く行かないとな。すごいもう、なんか、申し訳ない気持ちになってるからな、こっちは。土蔵廊下、地下貯蔵庫。ここじゃないかなとは思うんだけど。っていうか、セーブしたいっていう気持ちもあってここに来た。ん？おお、きっと来る。きっと来る。きっと来る系女子だ。まだ取れないか。早く上がれ。ほら。ちょっと待って、タイミングめっちゃ難しいぞ、俺。ちょっと待って、待って、待って。今。え、ダメか。
待って。難しい。ここだ。すごいよな、霊相手にさ、普通に振り払えるんだもんね。そこがもうやっぱ霊能力的なところあるのかな。近いのはめちゃくちゃ近いな。ここでいいな。意外と楽だ。意外と楽だぞこれ。下に構えてれば何度かなるかこれ。うーってなったらもうやった方がいいんだよね。おい、別にあなたの頭皮を見たいわけではないんだ。ここに霊がいるってことは当たりってことだよね。違うのかな。真下に向かしてもらおう。ほい、逃避ハンターみたいになるからやめてくんない。ほら早く来なよ。ほらおいでおいで。そんなね、なんか、おおおお、怖え怖え。そんなダブルラリアットはやめてくれよ。プロレスじゃねえんだから。そういうのもあんのか。来るかな。お、来た来た来た。もう慣れたよ。貴様の攻撃はもう見切ったのだ。よし、倒したね。なんかない？あるな。ん？ちょっと待って。いや、どこが光ってた？あ、こ、ん？え、ちょっと待って、ギリギリのとこが光ってるこれ。あったあった、念珠。倒したら念珠なんだな。そういうことか。よし。ん？戻ってきちゃった。こっちじゃねえや。この先だね。ちょっとセーブさせて。セーブだけさせて。よし。これで。はい。ということで、ここで一旦区切りましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。